こんにちは、沼です。パワープルアプリやっていきます。今回は、天城を入れて、千丸で海道学園の全力育成いきましょう。山口、立川、天城、みじるちゃん、にざにで、闇だと休息と守備か。守備なんで守備なんだよ。まあ、技術は取れるけどね。本当に、なんか、なんで守備なんだっていう。なんで守備なんだっていう。天城とか変化になってるかな。で、みちるちゃんと。ですね、闇の。みちるちゃん、行く？いいや、作ればまあパッパ間に合いますけどね。で、ちなみに初期値これですと。で、天城のコツは欲しい。うん、よいしょ。まあ、みちるちゃんはマネージャーと違って結構よく来るので、それがありがたいですね。問答無用で精神解けます。おう。まあ、これは強いんじゃない普通に。なあ。そうください。私イベントが起きないですね。これでまず1回一回攻めましょう。やめてー、やる気がどんどん下がっていく。やる気下がるとなかなか辛いもんあるよ。早くエルタック組まして。うん、いいですね。ミチルのおかげで3回踏めそうです。あ、ニジタニのおかげで3回踏めなさそうです。3回踏めなさそうです。これ山口ピンショーいらなくね。これで着実に踏んでいきましょう。打たれクレイなあ。最近勝てねえ。うん、二次弾に行きましょうか。キレ、奪三振、両方ないね。おーい。天城って得意練習何なんだ結局。絆いけましたね。オッケー。それはありがたいよ。 29% 天城は結局コントロールですね。やっぱ変化にならないと結局強くないから、もう慣れでいいのかな。
という気にさえちょっとなってくる。これちょっとここはメンタル一回踏んできます。悲しみだな、闇の守備って。ようやく、うん、ここはかなりで入りました、ね、で体力回復しましょう。弱、強っ強っ、守備強っ。うん、ラッキー、ボン。おお、悪くないっすね。阿久津も入って3タック、めっちゃ強いってほどじゃないけど。まあまあまあ、9大点9大点。しかもちゃんと回復してくれる行事が、うん、ちょっとイベントの走りがかなり気になりますね。西谷は完走したけどもみたいな。3回練習でいいな、これは。うん、まあまあまあ、しゃあないね。これで大体チームメイトはいったんじゃないかな。で、一回休みますかね。うーわ。うん、3694。まあ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 。悪かない。めっちゃいいかと言われたら良くもないけど、悪かない。地味にやる気上がるからね、これ。そして下げられていく。山口。ああ、だったらこれ遊ぼう。ちょっと天城働かねえな。天城が全く働かねえな。存在価値を出してくれませんね。ここは体力温存で。お疲れ。まあクイックでよかったかな。確か敏将いっぱいあったよね。クイックでよかったな。強い、これは強い。んー、もうちょっとやっぱ、急速にね、人数寄ってればって感じはありますね。よっしゃ。守備。どうしよう。守備、ワロタンになってんだけど。重い球。コントロール厳しいな。いらんわ。
うん、精神でいいかな。まあ、ポンコツ若干というかすごい欲しいんですけど、ゼロだし。いや、ゼロか。行こう。あー、まったくだ。これ行ったかな。よし。いやー、いいですね。素晴らしい。待ち望んでた練習。537か。問題はこの辺か。素晴らしい。天城が絡んでくれればな。行きましょうか。変化量はまあまあですね。よし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 。オッケー。ちゃんと打ち無双取れるからね。まあ初期値問題は若干ありますけど、まあまあまあ、あとはイベントだね。次か。スタミナね。ちょっと40には してあげたかったけど、筋力足んなかったわ。筋力足んなかったわって、マジか。うん、ミチルはこれで終わりですね。立川1回目か。40にはしてあげよう。あとは知らん。野となり山となり。野となれ山となれ。よし、ナイス。マイブレイッター。スタミナでいいかな。おっと、これは強いな。これは浮気ゲーだな。三択ですからね。問題は、ポンコツがないっていう。まあ、千丸で7000なら、まあまあ、まあまあ出てる方ですね。まあまあいってる方だと思う。で、天城が、ああいう感じで手助けをしてくれると、本当に助かるっていう感じですね。対左もらいましょう。で、アックスで緊急ドボンね。取っていいけども、本当きつくなってきたな。技術なりが。
うん、そこそこうまくいっている証拠でしょうね。順応で。まあ展開的には立川とかでね、狙いたいんですけどね。伸びをね。お、いいね。完走できる。山口がまだか。なー、微妙。おー、ナイス筋力だ、これ。はみ出すよね。ちょっとはみ出しますね、さすがに。お、立川行った。着替えて来いよ。精密取れないや。立川ですかね。コツが欲しい。あー、伸びくんねえか。ここは体力回復でいいね。天城、これはもう行くしかねえ。要所、要所、はあ、取れないのか。伸びください。なあ、切れ、切れ、まだだったのこれ。3回練習ってこれ筋力くれるんだよね。筋力もらいてえやな。スタミナ行きましょう。うまいわ。40、うん、無理だね。天城行きましょう、素直に。問題は根骨ゼロっていう。根骨ゼロでどうしようもねえっていう今。いや、結構どうしようもない感じになってきてるな。あと山口がちょっと完走する気配ないのと、天城もまだと。感想がマジがきつい、ね、ビッシュ、オッケー。うん、いいですね。ふぅ、なんとかだな。
これ行くかな、切った方が良かったかな。虹谷ワンチャンスか。精密機械、キレを掴んだとか言ってなかった。あ、あったあったあった。まあもうひどいな。虹谷ひどすぎるな。ちょっと虹谷ひどいね。変化量、技術精神、バランスともに問題はそんなにないんですけど、まあ、伸び骨なし、筋徳なし、きついな。やっぱもう変化に固めた方が無難っぽいですね。山口ルシファーかな、もうここまで来ると。でも全然ありな気がしますね。ナイスラン、誰か知らんがめっちゃないラン。ランナー一塁三塁となりまして、オッケーですね、処理。守備とか本当勘弁してほしい。筋力入れるんですけど、技術が、乾燥しなかったか、もろもろ。まあ車内ですね。そこら中でいろいろ光ってる。もうコントロール上げないときついな。どんくらいいけますかね。 SS いくつぐらいだろう。まあ前ブレはあるけど、ナイス。おお、すごい方向で取ったな。タッチアウト。カイドウ、ここはなんとかしのぎたい。ツーアウトランナー2塁という場面でやりたい。ライビッシュ。バシ。初球、見逃し三振。上杉。カイドウ、ここはなんとか。まあ、1点取られてもみたいな感じでしょうね、ここは。
球、初球空振り、いきなり152キロ。第2球、2球目ストライク、投げた、内角低め、見逃し三振。第1球、初球ムービングファースト空振り、投球これから2球目。 OK、ナイピー。おお、これはありがてえ。これ形になるな、一応。ちょっともう上げよう、もう限界っす。700、800ぐらいギリ大丈夫か。まあ、何かしらで使えたらいいですけど、まあ手応え取っていいな、これ。うん、これは形にできるわ、強い。うん、東大躍動もいけますね、これ。さあ。いよいよ9回に入ります。トップバッターは宝塚。152で3球種ほぼマックスでしょ。手応え取ってるし。ムービングも取ってると。まあ、西谷が全く仕事しなかったのと、金徳がね、取れなかったのは痛かったですけど。特にこの筋力のあまりを見るとハイスピンは結構惜しかったなって感じします。ただ内無双は取れてるんで、次でねしっかりと金徳をゼロ封してもらえれば、まあ悪くはないかもしれません。ほい、ナイス。うん、今のタックも大きかったね、非常に強い。これ天城チャレンジしてえな。これと行書ちょっとワンチャン、これ天城通してもらいてんだけど、シュッ、あー無理か、さすがにちょっと欲張りか。伸びは諦めだね。657だからな。まあちょうどいいぐらいか。早速金徳なくなるピンチなんだけど。まあ、今の踏めて天城が伸びとかくれてるとだいぶ違うんですけどね。まあ、ここまでは大丈夫。問題この次だから、こいつとは勝負しない方がいいまである。うわー、ナイスセカン、オッケー。ここはなんとかしのぎたい。ワンアウトランナー一塁二塁という場面でジェフリーズ。第2球、アウトコース低めいっぱいストライク、これで追い込みました。第3球をアウトロー、空振り三振、最後は150キロストライク。いやねん、結構何回も弾き返されてるのか。あー間に合うかな。記録はヒットになりました。街道なおもピンチが続きます。直球ストライク、アウトローへ。もう振らせないところに投げないとね。第2球、2球目ストライク、これで追い込みました。第3球は見逃し三振。これさ、途中降板してもいけんのかな、無失点だと。その辺が分かんないっすよね。
スタミナ D だしね。まあ、三振を取り続ければ前触れの効果でよりね相手がね黙っていくとは思うんですけど。ベンジャミン強いな。おい、危ねえ。ボール球どうやって運ぶねんと思ったけど今。すごいわ。ベンジャミン強いわ。なんとかゼロ更新ですけど、今のところ。いや、どうしてどうしてここまですげえ粘ったのにさ。もうそれやられたらもうどうしようもないですからね、正直。うん、勝てましたけど、自動失点でゼロになっちゃいましたね。さあ、どんなもんでしょう。この構成で結局技術精神か。うん、1万2000点で、伸びもいっちゃうか。これいっちゃったらマジどうしようもないんだけどね。取れるやつ取って退散する次第でいいでしょう。おお、まあ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 、それなりって感じですね。ちょっとやっぱり金徳の数と、あとはコツ、まあ伸びね、20丸ね、直で行ったんで、それがまあかなりきつかったかなという感じです。うん、もうちょっとうまくやれるかな。あ、本当に金徳もそうだし、まあいろんな兼ね合いでね、こう難しいところはありますが、また頑張ってやっていければいいかなと思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。またツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。